地震の際、数万人の観客をどう安全に避難させるのか。来月9日にホーム開幕戦を迎えるサッカーアルビレックス新潟。能登半島地震を受けて今日、スタジアムで初めてとなる大規模な避難訓練が行われました。収容人数4万人以上のデンカビッグスワンスタジアム。そこで今日行われたのが、緊急地震速報を受信しました。これより緊急対応体制を取ります。大きな地震を想定した避難訓練です。スタッフや運営ボランティアなどおよそ90人が参加しました。その場でお待ちください。落ち着いてください。お待ちください。アルビレックス新潟の試合は昨シーズン最大でおよそ3万人の観客が訪れました。今シーズンは来月9日にホーム開幕戦が予定されています。元日に起きた能登半島地震、新潟市内では最大震度5強の揺れが起き、津波警報が発表されました。スタジアムに集まった数万人をどう安全に避難させるのか。訓練は運営マニュアルに沿って地震の大きさなど複数の状況を想定して行われました。このうち新潟市中央区で震度6弱の揺れが起きた想定では試合を中止、情報を伝えるため大型ビジョンも活用されました。その後、大津波警報が出た想定で観客を建物の4階にあたる高さまで避難させる手順を確認しました。私も元旦の地震で新潟駅にいまして、結構怖い思いしましたので、私たちがまず冷静になってご案内することが必要だと思いました。スポーツだからこそ、こう皆さんに提供できる新潟をの思いを試合に込めてい、きたいと思いますので、そのためにも、安全な会場を作りということが重要かと思ってますので。今日は火災を想定した消火訓練や AED の講習も行われ、来月9日のホーム開幕戦に向けた準備が進められました。